むしろダイエットのために良かれと思ってやっている、そんな習慣になります。朝ねはいいんですよ。一見すごく簡単そうなんですが、実はダイエットに効果的な習慣になります。皆さんこんにちは、ハメです。ハメです。今回は何ですか？今回ですね、痩せない朝の習慣7選。皆さんは痩せるために朝どのように過ごしていますか？忙しいからといって何も食べなかったり、ギリギリまで寝ていると、むしろ体重が増える原因になる可能性があるんですね。なので今回はダイエットする上ではめちゃくちゃ重要な朝の習慣の知識を身につけるために、皆さんに痩せない朝の習慣を7つ紹介します。これまで朝をなんとなく過ごしてしまっている方は、今回紹介する習慣をやめて正しい習慣を取り入れることで、よりダイエットの効果も上がってくると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。早速痩せない朝の習慣を7つ紹介していきます。痩せない朝の習慣1つ目は水を飲まないです。結論から言うと、朝に水を飲まないと痩せにくくなってしまうんです。逆に朝ね、水を飲むことによって痩せやすくなるので、その理由っていうのを説明していきます。朝起きた時っていうのは、昨日の夜から何も食べてないので、胃の中に何もなかったりとか、腸内にも何もない状態なんですね。その状態で水を飲むことによって、胃腸に水が行った時に、胃腸内っていうのが活発に動き出すんですね。こうして胃腸が動き出したことによって、副交感神経っていうものが活発になって、その結果痩せるにつながってくるんです。今副交感神経ってさ、ちょっと難しい言葉出てきたじゃん、副交感神経とこの痩せるっていうなんか仕組みをちょっと説明してほしい。そもそも人って寝てる時っていうのが、副交感神経っていうのがメインに働いてるとね、で起きた時っていうのは交感神経ってものがメインになるわけよ、でこの交感神経っていうのがメインになった時に、血流が悪くなって、それがむくみとか冷えっていうのが生じるから痩せにくくなっちゃうね、そこで朝水を飲んで副交感神経っていうのを活性化させることで、よりダイエットが成功しやすくなるっていう感じ。なるほどね。じゃあ水を飲むことによって、本来は交感神経メインだったものが、副交感神経がメインになることで、まあ、痩せるに繋がるって話ね、また他には水分を取ることによってメリットってあって、それが腸内環境が整いやすくなる点なんですね。腸内環境を整えることによって老廃物とかが外に出やすくなるし、他には必要のない脂肪っていうのを蓄えにくくなるんですね。なので朝起きた時っていうのは、コップ1杯分の水をなるべく飲むようにしてみてください。まあこれまでね、朝水飲んでなかった人がさ、水飲むっていうとちょっとハードル高いじゃん、だからせめてこう水にプロテイン入れて飲むだけでも全然違うよね。あー違うね、しかもタンパク質取れるから、それもねほんとおすすめなんで、ぜひプロテインを飲むか水を飲むか、このあたりでね、皆さん明日から取り入れてみてください。続いて痩せない朝の習慣2つ目が二度寝をする。皆さん二度寝してませんか？二度寝ってめちゃめちゃ気持ちいいじゃん。最高だよね、俺らもよくしたわほんと。でまあ平日はなかなかね二度寝はできないと思うんですけど、休みの日ぐらいいいじゃないかと思う人もいると思うんですよ。ただダイエットにおいてはこの二度寝ってのは良くないんですね。でなんで二度寝が良くないかっていうと、二度寝をすることで体内時計が崩れちゃって、成長ホルモンの分泌量が落ちちゃうんですよ。で成長ホルモンの分泌量が落ちることで代謝が悪くなって、結果的に痩せにくくなっちゃうっていう感じなんです。あとは二度寝をすることで起きる時間が遅くなるんで、一日の活動量が落ちちゃうんですね。例えばさ、朝7時に起きる人と昼12時に起きる人だったら5時間の差があるわけじゃん。そうだね。5時間分の運動だったりとか活動量が落ちちゃう、結果的に消費カロリーが低くなって痩せにくくなっちゃう、そもそもさ、これ立ってるだけと座ってるだけ、ここだけでも消費カロリーって2倍も違うってデータがある以上さ、この5時間って多分とてつもなくさ、運動量を稼ぐ時間だよね。まあ5時間っていうのはね、極端な例ですけど、仮に1時間ね起きるのが遅くなりましたが、それがチリツモで積み重なった時に結構変わってくるんですよ。まあとは言ってもさ、朝ってさ、すげえぼんやりしてるし、なかなか二度寝ってやめようと思ってもやめられないと思うよ。なんか解決策ある？解決策は、僕がね試してきた中では、やっぱりこまめにアラームをかけることっていうのはまずね結構大事、だから起きる時間を固定することが大事なのね。僕だったらもうアラームって1分刻みでかけてたし、必ず一旦6時半と決めたら6時半に1回起きて、眠くても一旦ね30分ぐらいは活動するの。その後に眠くなったら少し仮眠を取ってみるとか、そういう形で必ず起きる時間を固定してたっていうのが1個あったね。あとはシンプルにね、なるべく早めに寝るとかも大事だよね。大事。続いて紹介する習慣は、皆さんが時間がなくてなかなかできなかったり、むしろダイエットのために良かれと思ってやっている、そんな習慣になります。痩せない朝の習慣3つ目は、朝ごはんを食べないです。皆さんは朝は忙しいっていう理由や、他には食べたら太るっていう理由で朝ごはんを抜いていませんか？実はこれ、朝ごはんを抜いてしまうと逆に痩せづらくなっちゃうんですね。朝ごはんを食べたら痩せにくくなるっていう理由なんですけど、これは朝になったら栄養が枯渇してる状態だからなんですね。体の中のエネルギーが枯渇してる状態だったら、筋肉を分解してエネルギーに変えちゃうんですよ。まあ、つまりは筋肉を減らして自分の体の中でエネルギーを作り出そうとしちゃうんですね。朝ごはん食べなかったらさ、お昼ご飯まで基本何も食べないわけじゃん、そんだけの
の空腹状態が続いたら結構な筋肉量が減っちゃうんですよ。で、筋肉量が減ったことによって代謝が悪くなって、どん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 痩せづらくて太りやすい体になっちゃうので、朝ごはんはぜひ食べてみてください。このさ、朝ごはんでなんかおすすめなセットとか組み合わせってある？これはね、本当にいろんな動画で言ってるんですけど、プロテインと炭水化物、例えばプロテインとおにぎりとか、プロテインとバナナとか、まあ組み合わせは何でもいいと思うんですけど、タンパク質と炭水化物をセットで摂ることがおすすめ。他にもね、なんかコンビニだったらね、ウィダーゼリーとかでさ、ブドウ糖のやつとかも売ってるしね、そういうものから気軽に摂るのもおすすめなんで、ぜひね、明日から朝ごはんは摂ってみてください。続いて、痩せない朝の習慣4つ目は、計量をしない。これはね、朝に限らずめちゃくちゃ大事なんですけど、この計量するかしないかによってダイエットがうまくいくうまくいかないって結構関わってくるんですね。で、なんで計量が大事かっていうと、計量しないと知らないうちに食べ過ぎてしまってるってこと結構多いんですよ。例えば皆さんの中でカロリー制限を頑張ってるのになかなか痩せないなみたいな、そういう人は計量してなくて食べ過ぎてしまってる可能性があるんですね。これ例えばさ、勉強で思い出してほしいんよ、一生懸命勉強頑張ってるのになんか成績伸びないなとか、なんかうまくいかないなっていう人は、じゃあどんぐらい勉強してるのって聞いたら、1日5時間やってますと、すごいじゃん、すごいね。で、じゃあタイマーで測ってみてっていうと、意外とちゃんと勉強してる時間は1時間とか2時間とか、それ以外の時間っていうのはこううとうとしたりとか、なんか集中力途切れてたりとか、あるあるだよね、そういうのね。っていうのを数字で測ると結構見えてくるものってあるんですよ。で、特にこのダイエットにおいては、この測るってことはすごく大事なんですね。これ前の動画とかでも紹介した研究があるんですけど、肥満かどうかに関係なく、自分が認識してるよりも平均900キロカロリーを食べてしまってるっていうデータがあるんですよ。これすごいデータだよね、確かチーズバーガー3個分でしょ。そう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 。だいたいさ、平均摂取カロリーが2000キロカロリーとかだと思うから、そのうちの半分近く無意識で食べちゃってる可能性がある。だって2000キロカロリーで無意識レベルで、じゃあ3000キロカロリーぐらい取ってたら、それは痩せないよね。で、その無意識に食べてるっていうのがお菓子だったりとか、余分な調味料だったりとか、っていうのが食べてないと思っても実際書き出してみたら食べてるみたいなこと結構多いんですよ。なので、しっかりとダイエットを成功させる上では、ご飯とかおかずとかもそうだし、プロテインとか油とかね、口に入れるものっていうのは基本的に全てカロリーになるので、なるべく測るようにしていきましょう。これは僕らの食事指導でも、測るっていうことはすごく重要だっていうことはね、日々伝えてるんですね。測るのがさ、最初めんどくさいとか、それがストレスだって思う方もいると思うんですけど、むしろ測ることによって、あとこれぐらい食べれるとか、むしろ今日はケーキ食べようと思っても罪悪感なくきちんと把握しながら食べることができるので、結局は計量した方が正しくストレスなくダイエットができるんですね。しかもこうやって食事の量をしっかり管理するからこそ、体重が減った時とか増えた時の原因っていうのもきちんとわかるし、正しい努力の道筋っていうものが全てわかるので、こういった小さな努力を続けることが本当に大事です。ただ最初からそういったね、小さな努力を続けられる人ってなかなかいないと思うので、だからこそ僕らの食事指導では、僕らが直接管理をすることによって、皆さんの習慣っていうものをゼロからね、作り上げていく、そんな食事指導になっていますので、ぜひ気になる方は概要欄より公式 LINE を追加して募集のメッセージをお待ちください。続いて紹介する習慣なんですけど、一見すごく簡単そうなんですが、実はダイエットに効果的な習慣になります。痩せない朝の習慣5つ目は、朝日を浴びないです。皆さん朝起きたらカーテン開けてますか？まず朝起きたらカーテンを開けて、朝日を浴びるためにも外に出てウォーキングをぜひしてみてください。これなぜ朝日を浴びたら痩せるのかっていう理由を説明していくんですけど、アメリカのノースウェスタン大学の研究によると、朝日を浴びれば浴びるほど体重が減りやすくなるっていう研究データがあるんですね。というのも、朝日を浴びると体内時計が整って睡眠の質が良くなるんです。そして睡眠の質が良くなると、ダイエットにホルモンが2つ分泌されて、1つ目っていうのが食欲抑制効果のあるレプチンというホルモンですね。2つ目には筋肉をつけるためだったりとか、脂肪を減らすために効果的な成長ホルモンが分泌されるんです。つまりは、朝日を浴びることによって睡眠の質が良くなって、睡眠の質が上がった結果、食欲を抑えながら代謝を上げることができるので、ダイエット成功に近づくんです。当時の俺らはさ、朝起きるの苦手だったけどさ、今ではもう朝早起きすごい習慣になったじゃん、そんな中さ、朝起きなかった時ってさ、なんかすごいもう気持ち悪いモードになってるよね。なってるね。今タマが言ったように、朝日を浴びるとレプチンとかさ、成長ホルモンとかって話もあるんだけど、シンプルに朝日を浴びると目覚めるじゃん。覚めるね、正直ここもめっちゃでかいよね。でかい。なんか会社員の人だったらさ、やっぱうとうとして仕事するのもそれはなんか違うと思うし、朝から動きたいっていう人もなかなかすっきり目覚めなかったらさ、全然なんかそのモードに入んないじゃん、この朝日を浴びることによってなんか目が覚めてシャキッと今日も始まるぞみたいな感覚もね、とてもいいので、ダイエットもしっかり、朝の充実度を上げて一日のね、満足度を増やすためにも、ぜひねこの習慣を取り入れてみてください。続いて、痩せない朝の習慣6つ目が、運動しない。これ朝ね、運動した方がいいんですよ。なんでかっていうと、朝の空腹時に有酸素をすることで効率的に脂肪を燃えやすくするんですね。まあ運動っていうと、まあ、筋トレとかランニングとかしなきゃいけないんじゃないかなっていう、結構ハードル上がっちゃうと思うんですけど、ウォーキングでいいんですよ。むしろランニングとかだと続きにくいし、消費カロリーが高すぎちゃうんで、逆に筋肉が落ちちゃうんで、あんまり個人的にはおすすめはしない。
んです。有酸素運動すると糖質、脂質、タンパク質の順でエネルギーになっていくんですね。朝っていうのは基本的に脂質から分解されるんで脂肪燃焼にいいんですけど、やりすぎちゃうと筋肉のタンパク質まで分解されちゃうんで、やりすぎが注意です。じゃあさ、その運動ってさ、どれぐらいやったらいいの？有酸素運動っていうのは脂肪が燃えるには20分以上の有酸素運動が効果的って言われてるのね、なんで20分から30分ぐらい、1時間とかやっちゃうと筋肉まで結構持ってかれちゃう可能性があるんで、20分30分を目安に有酸素するのがおすすめ。まあ朝ね、わざわざ時間を作るのが難しいっていう方だったら、会社行く前にいつもはこの駅で降りてるよっていうその1個前の駅で降りて1駅分歩いてみるとか、何かのついでに有酸素をするってなったらね、結構有酸素が長く続くポイントになるので、そういった感覚で始めてみるのもありです。あとはね、朝運動するメリットとしては、朝運動するとめちゃめちゃ気分良くなると思うのよ。俺らもそうだったじゃん。そうだね。なのでガッツリというかは気軽に散歩するぐらいの感覚でやってみると自己肯定感も上がるし、痩せやすくなるんでね、やってみてください。最後に紹介する習慣なんですが、この習慣を改善するだけでダイエットで停滞した時の原因が分かるようになります。痩せない朝の習慣ラストは体重を測らないです。これは朝に測ることがとても重要なんですね。というのも、日中とかだったら何かご飯を食べてたりとか、水を飲んで水分を含んでたりとか、あとは運動したことによって汗をかいたりとか、そういったことによって体重の数値って変わりやすいんですね。なので朝起きて空腹な状態で、かつトイレを済ませた状態だったら、毎朝正確な数字で管理することができるので、体重が増えた際だったり減ったりした時の原因っていうのが分かるようになります。俺今思い出すと、筋トレ1年目の時とかさ、体重をよく測ってたじゃん、夜を測ってたわけよ。はいはい。そう、その時ってご飯食べてるし、もうむくみまくってるからさ、全然正確じゃないの。全然変わってくるよね、体重ね。そうそう、それでこう落ち込んだりとかあったんだけど、やっぱり朝トイレ行って水分が抜けてる状態っていうのが一番正確に測りやすいタイミングなんで、そこの数値っていうのを毎朝固定して追っていくと結構正確な数値測れるんで、おすすめです。こういったね、ダイエットでは小さな頑張りっていうものがすごく大事になってくる場面って多いので、食事管理もしつつ、こういった体重を測るっていった小さな努力もぜひ頑張ってみてください。ちなみに体重の数字よりも何よりも大事なのが見た目の変化になるので、数字に一喜一憂してメンタルがへこむぐらいだったら測らないっていう選択肢もありです。以上が痩せない朝の習慣7選でした。今回の動画を見たことによって、朝の習慣がどれほど大事だったっていうのが分かったと思います。明日から少しだけ早起きをして、ぜひこの7つの習慣を改善してみてください。今回7つ紹介したんですけど、じゃあ明日から二度寝を直すとか運動するとかって結構難しいと思うのよ、最初にそこをやろうとすると続かなくなって自己肯定感落ちたりとか、ダイエットのやる気がそがれたりするんで、まずは朝にプロテイン飲んでみるとか、バナナを食べてみる、まあそれできるじゃん、っていう、まず自分がこれはできそうだなってものを1週間続けてみて、1週間続いたら習慣を1個から2個に追加してみるとか、そんな感じでできるとこから始めていくと、どんどん成功体験を積み重ねて自信に変わったり体も変わってくると思うので、まずできるとこからやっていきましょう。というわけで、僕らは日本一の筋トレ YouTuber を目指してこれからも頑張りますので、ぜひ応援してくれる方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。成人式って時さ、浪人してたからさ、成人式の 何日か後にセンター試験だったんだよ。あれでさ、みんなさ、大学生とかさ、働いてたからとかしたんだけどさ、俺だけ何も進路決まってない風太郎だったわけよ、言ったら。はい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 。超行きづらかったよね。誰も何も聞いてこない。しかもね、みんな大学生になって髪の毛染めたりとか、ウェイってやってる中、俺髪の毛伸ばしてたからさ、美容院に行くのもったいないと思う、時間が。ああ。